HMS ビーグルはイギリス海軍のアロー級砲艦で薩摩藩に売却され官業と命名された。ビーグルの名前を持つ英国海軍の艦船としては四代目に当たる。クリミア戦争の勃発によりバルト海や国海の沿岸で行動可能な浅木水の艦船が求められた。このため1854年に6隻の アロー級木造スクリュー推進砲艦が製造された。製造はロンドンにある C ジェメラ社及び R&H グリーン社で行われた。もともとは通砲艦として建造されたが、1856年に二等砲艦に分類された。1855年にはイントレピット級一等艦お及びビジラント級二等砲艦も発注されている。テナントダイクス社製の2。 機筒横を機短式膨張式条件陣は160馬力を発揮し、短軸スクリューを駆動した。アロー級砲艦は、バーク形式の砲を備えていた。アロー級には、旋回式の68ポンドランカスターマエソー、市場砲が、モン、32ポンド砲が4門搭載された。ビーグルは、アロー級の2番艦として、シージェメラ社で1854年4月15日に、 寄港、同年7月20日に浸水した。2ヶ月後の9月3日に巡航し、英国海軍の艦船となった。1854年から1856年に、かけてクリミア戦争に参加。戦争中に、乗員2人がビクトリア十字賞を受賞している。1859年からは東、インド、中国艦隊の所属となった。1863年。 ビーグルは香港で薩摩藩に売却された。薩摩藩は犬イイコーと命名した。その後帝国海軍に編入され、練習艦として使用され、1889年に解体された。ただし、日本側の記録では、1864年で英国戦ストークを購入したとなっているため、ビーグルはストークと改名、薩摩藩が購入したとしている。また、 造船所がロンドンではなくリバプール、春行が1854年ではなく1859年などの相違がある。ありがとうございます。